マチョ、ニマチョ、サンマチョ、ヤンモマチョ、デゴリマチョ。おはようございマッチョ、フォルテです。本日は皆さんにご紹介させていただきたい曲があります。その曲は世界一オシャンティーなジャズな世界一エモいトルコ行進曲。なんでこんな3つものタイトルを言ってるかというと、まだタイトルが決まってません、動画の撮影中に。まあそれは置いといてね。まあ今日はそれをね、撮影していきたいんですけども、さっきちょっと練習をしてみました、20分ぐらい。そしたらなんかさーってね、軽くだいたい弾けたので、あ、これもう皆さんにご紹介させていただきたいなと思って、いい曲だったので、ご紹介させていただきます。まあまだ完成された演奏動画としては全然多分出ることはないんですけども、こんな曲があるよっていうので、前回世界一難しい行進、トルコ行進曲が30万再生いったので、皆さんにご紹介させていただきたいなと思って、もうそれだったら世界一難しいのを知ってもらうんだったら、世界一ジャズなトルコ行進曲を知ってもらいたいなと思ったので、この動画を撮ることにしました。世界一ね、難しいトルコ行進曲知らないっていうコメント結構あったので、まあやってよかったなと思ったので、今回もね、その世界一オシャンティーでジャズなエモいトルコ行進曲ね、ご紹介させてもらいましょう。ね、そこまで難しくないです。まあ曲作った人はファジルサイっていうピアニストで、まあ毎回ね、結構いろんな演奏会で世界中でそのトルコ行進曲のジャズバージョンを弾いてるんですけども、結構ね、いつも演奏が変わってます。っていうのも、アレンジが毎回違うみたいな感じで、結構ね、左手の音とかは結構適当です。だからまあ僕も結構適当に弾くんですけども、まあだいたい、ゾワーって適当に弾くので許してください。ではまず、普通のトルコ行進曲をご紹介させてもらいます。こんな感じで。で、前回紹介した一番難しいやつが、こんな感じです。で、今回ご紹介させてもらうトルコ行進曲が、オーシャンティーなやつが、こんな感じです。で、何がそんなに違うのかというと、普通のは、メロディーにタラ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 タンっていくんだけど、今回のジャズジープのは、デッキッキッなんてなってます。タラタンタンとか、ちょっとね、拍がちょっとずれたりとかしてます。ジャズの方は、こんな感じで、トル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 とか入ってきます。ちゃんとそしてオシャンティになるかね。で、普通バージョン。普通とはちょっと違うテンションでいきます。いつものバージョンが、で、一番難しいのが、ジャズチックなのか、こん
こんな感じ、ちょっとね、オシャンティな感じのね、リズムとか音が入ってます。まあ、結構これ適当な左手でも全然大丈夫です。右手が。うん、全然大丈夫です。うん、大丈夫なんで、結構自由に弾いちゃっていいです。では、この難易度についてちょっと話させていただくと、この曲についてはそこまで難しくないです。はい。っていうのも、まあ普通にトルコ行進曲が弾けて、次挑戦してみようかなっていうトルコ行進曲で全然挑戦できる範囲のレベルです。ですが、ボルトスの難しい方は、ちょっとやめた方がいいです。僕もまだ無理です。ちょっとね、難しいですよ、ほんまに。難しいんですよ、ほんまに難しくてこんな感じが出てくるから、もうちょっとなかなかね、人前で弾くのは怖いから、ミックスさせて弾いていきたいなとは思ってるんですけど、まあ、ちょっとね、今回このジャズのバージョンをご紹介させてもらいましたので、ぜひとも皆さん、挑戦してみてください。結構な、本当にまだ弾けやすいです。もう冬眠も全然簡単で、僕も本当に20分くらいしか練習しないんで、こうやってね、皆さんの目標にしていただきたいなと思います。僕もね、これの曲練習しとって、また完成動画出していきたいなとは思ってるので、今回はね、前回かなり世界一難しいトルコ行進曲をね、皆さんに知ってもらえたので、かなり嬉しかったです。クラシックのこういう発信者としては嬉しかったので、今回もね、世界一難しいじゃなくて世界一オシャンティーなんで、トルコ行進曲をね、ご紹介させてもらいました。では、この曲はどんな時におすすめかっていうのを話させていただきますね。これは結構ね、普通のトルコ行進曲、小学校とか中学校とかで結構弾く方が多いんですけども、ピアノを弾ける方が学校でこのジャズのチックな方を弾いて、ふわーかっこいいって結構ね、言われやすい曲なんで、ぜひとも弾けるようにしてもらいたいなと思います。あのね、トルコ行進曲をね、女の子からこうやってね、弾いてって言われて弾くやん、学校で。これで弾いとったら、どんどんみんなが聞き覚えのある曲がどんどんね、オシャンティーな曲になっていくと、みんな多分本当に驚くから、かなりみんなからチヤホヤされたい方にはおすすめな曲です。あとストリートピアノとかでも結構弾いてる方が多いので、やっぱね、それほどね、いろんな人が注目がしやすい曲になってるかなと思うので、ぜひとも弾いてみてください。僕はかなりこの曲をね、おすすめさせてもらいました。なんで前回世界一難しいトルコ行進曲にしたのかというと、僕がただ単に弾きたかったっていうのもあったんですけども、まあ思った以上に難しいです。世界一難しいトルコ行進曲の方も一応ね、コメント欄に貼っておくんですけども、多分な、みんな、なかなかね、弾けないと思う。僕も全然弾けない。本当にね、難しい曲となってるから、でも弾けたらかっこいいから、みんなもそっちもぜひ挑戦してみてください。ここまで見てくれてありがとうございます。ぜひとも、チャンネル登録、グッド、高評価まで言ってくれたら嬉しいなと。
見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ホスマッチョ、マッチョマッスルマッスルボーイ、マッチョ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 。